従来のモスフェットの構造 SOI を用いたモスフェットの構造 SOI は CMOS LSI の高速性低消費電力化を向上させる技術である。従来の集積回路上のモスフェットは素子間分離を PN 接合の逆バイアスによって形成するが、規制ダイオードやサブストレートとの間に浮遊容量が生じ、信号の遅延やサブストレートへのリーク電流が発生していた。 この浮遊容量を低減するため、モスフェットのチャンネルの下に絶縁膜を形成し、浮遊容量を減らしたものが SOI である。また、このような絶縁膜を内包したウェハを SOI ウェハと呼び、従来のウェハは SOI ウェハと区別するためにバルクシリコンと呼ばれる場合がある。浮遊容量は CMOS のモスフェットに対してスイッチング時の遅延、電流を増加させる要因であるため、 浮遊容量の低減は高速度か低消費電力化の両方の面で有利になる。また二次元的な組織間分離にも PN 接合の逆方向バイアスによるものではなく組織間の絶縁膜と結合させた絶縁剤を形成することで完全に分離されたモス f ッ t を構成できるようにしている。この場合、規制ダイオードによって意図せず生成されるバイポーラトランジスタを抑制することができ、 素子間の浮遊容量を、リーク電流を低減することができる。また素子間分離のためのウェルも小さくできるため、プノ、SOI ウェハの製造法は、サイモックス方式と貼り合わせ方式の2種類がある。サイモックス方式は IBM が中心となって開発した技術で酸素分子をイオン注入によりシリコン結晶表面から埋め込み、それを高熱で酸化させることで、 シリコン結晶中に酸化シリコンの絶縁膜を形成する。現在ではサイモックス方式よりさらに表面特性の優れたスマートカット方式が主流になっている。これはバルクウェーハの表面に酸化膜を形成した後もう一枚の加工されていないバルクウェーハと表面同士で貼り合わせ、先のウェーハを剥離して作成するものである。剥離圧は酸化膜より 深部に事前に注入された水素イオンの表面からの距離によって制御され、薄離面は化学機械研磨により表面仕上げされる。SOI ウェハの製造コストはバルクシリコンのウェハに比べ工程が増えるためその分高価になる。ありがとうございます。